中田、城菜波、3人が揃うのは昨年の3月の末のブラジル戦以来ということになりますが、松木さん、はい、その3人をですね、ね、どういう使い方をするのか、ね、特に中盤に小野も入れてタレントが非常に多いですね。そうですね、至っても攻撃的な布陣と言っていいと思いますね。はい、菜波は13日にイタリアから戻りました。そして同じイタリアから1日遅れで昨日の朝戻った中田、ジョーはスペインから昨日戻ってきました。このところ好調の中山、右サイドに中村を使うかというプランもあったかと思いますが、この望月を使ってきました。そうですね、やはりファイティングスピリットを考えますとね、望月君、はい、かなりいいものがありますんでね、まあ、トルシエ監督にしますと任期が6月ということで、その任期が迫っている中でいい結果を残したいという気持ちは当然本人にもありましょうし、日本も久しぶりのですね、うん、ホームの親善試合ですが FIFA 公認の A マッチをですね、うん、いい内容で戦いたいという気持ちが旺盛のはずです。そうです、前半始まりました。右日本のキックオフです。左中国です。日本と中国のこれまでの対戦成績をご紹介していきますと、ちょうど7勝7敗、引き分けが2という全くの五分です。右サイド12番の望月がいます。まあ、3人のディフェンスの3バックを今日も使ってきました日本。右に望月です。中田英寿、そして横に並ぶようにして背番号13番の小野がいます。中盤の守備的な位置にガンバ大阪の稲本、早いテンポで前に流していきました。まあ、小野と中田英寿の良さをお互いにですね、はい、どうやって引き出していくのか、これも一つ今日のテーマになりそうです。そうですね、やはりボール中盤でボールを持った選手がやはり最後のフィニッシュのパスを出せる選手が多いですからね、はい、今日は楽しみですね。相手のゴールキックの瞬間に日本のディフェンスのラインが相当に思い切ってディフェンスラインを浅くしていました。さあ間に抜けて入っていこうという中国、まだ中国がキープ、中国ボールです。中国のチームスタイルは何といっても高い身長を生かしたこういうボールを早めに入れてくるという展開です、はい。まあ、立ち上がり両チームともやはりちょっとね、はい、本当にちょっと神経質になってるかなというプレーが多いですけどね、日本と中国の前回の対戦は2年前の98年東京国立競技場で、まあ、日本有利と思われる中で逆に中国が前後半の早い時間帯に1点ずつ取って2対0で中国が勝つゲームでした。そうですね、オフサイドです。オフサイドを取りに行きました日本のディフェンスです。さあ中国のメンバーもご紹介していきましょう。20人が登録しています。そしてこの中でキャプテンを務めているのが9番の中盤のマ・メイユという選手。中国の今スーパースターは誰かというそういう話をチーム関係者に聞きましたら、5番のディフェンスのハン・シキだと言いました。ハン・シキはイングランドでプレーしています。ヒヤッとしました日本ですが、3人のディフェンス、真ん中に松田、左中田浩二、右が4番の森岡です。左サイドを使います。ここに背番号10、イタリアから戻ってきました7人がいます。オフサイドか。ただ今のシーン見てもらっても分かるように、はい、七海君がボールを持った時、また小野君、中田、はい、この3人がボールを持った時っていうのはやはり何かが起きるなという感じしますよね。今のシーンです、はい、オフサイドにはなりましたが、あえてそのディフェンスの間に縦に入っていこうというフォワードのプレーでした日本。いいですよ。さあまだ追っている、さすがにシュートで終わりたい。右サイドからのシュートでした。ジョーですね、スペインから戻ってきたジョー昌司。あ、ちょっと 何か膝でしょうか、痛めてますね。今のシーンです。ここでしょうか、中山らしい頑張りから、特に相手との接触という雰囲気はありませんでした。そうですね、今シュートの時に、はい、なんかちょっとひねったんでしょうかね、あの地面を蹴ってる感じもありませんし、はい、膝なのか足首なのか、いずれにしても痛めたのは左足のようです。かなり悪そうですよ、ジョー。まだ立ち上がり3分、今日この試合の中で初めての両チームを通じてシュートを放ったジョーですが、痛めたのは軸足だったんでしょうか。さあベンチが忙しくなります。フォワードにアップを命じます。控えのフォワードで言いますと三浦和義と若い高原がいます。ダメだっつってますね、かなり痛そうですね。ジョーはもうこの段階でピッチを去ることになりそうです。はい、数がアップ始めました。ベテランになりました三浦和義、
しかしせっかく呼び戻したジョーがまだ3分というところでもったいない交代になりそうです。今ジョーのジェスチャー見ますと、はい、ちょっと足首をひねったようなジェスチャーしてましたんでね。いずれにしても今シュートそのものは右足でしたから立ち足でしょう、はい、軸足の方ですね、はい、ゲームは続いています。まだ選手交代のコールはありません。ジョーが一旦ピッチから離れて治療しています。いやサッカーっていうのは本当に何が起きるかわからないですからね。今日本は1人少ない状態で戦っています。中国の中盤がいます。7番のヨウカは後ろからゲームを作る若い選手、そして長身のフォワード11番の極盛強がいますが、中盤が激しくなっています。プレスをかける中国、ファールか、ファールですね、イエローカード出ますね。スパイクのポイント、そのポイントを向けて上から行きましたが倒れたのは左サイドの中田浩二です。もうジョー大丈夫そうですよ。中田浩二がピッチの中に倒れています。そして治療していたジョーは今試合に戻ろうとしています。審判の許可なしにピッチに入ることはできません。まあ、ちょうどひねった後というのはこう痺れる感じがあるんですよね、はい、あこれ先ほどのシーンですけど今のイエローカードが出たシーンです。これはもう完全にイエローカードですね、まあ、ボールそのものはイーブンに近い状態でしたが、はい、そこにスパイクのポイントを両足を向けて入っていきました。危険なプレーです、はい、さあジョーは心配されましたが戻りました。ヨーロッパから3人を、まあ、急遽呼び戻したトルシエジャパンです。オフサイドか、オフサイドです。ラインズマンの手前のアシスタントレフリーのフラッグがやや日本の要求するタイミングよりも遅く上がりましたのでヒヤッとしましたディフェンス。そうですね、ただ今のタイミングとしては、はい、日本のディフェンスラインのタイミングではないですからね、オフサイドトラップをかけようという感じではそれほどないですね、一人遅れてますしね、まあ、相手のフォワードを残して日本のブルーのユニフォームのディフェンスが3人まとめて上がろうとしましたがそのタイミングがやや乱れました。立ち上がり6分経過、まだ両チームのシュートは1本、日本のジョーの右足のシュート。野井さん、はい、トルシエ監督はね、試合前選手たちに最初の20分間が勝負だと、うん、アグレッシブに前からどんどん攻めろと、うん、両サイドも森岡も松田もチャンスがあったらどんどん上がってきなさいと、はい、いう積極的に行けという指示を出しています。また中国は7番の若いヨウカが持っている、いいボール入る、中国のチャンス、まだ中国キープ、ボレーシュート、中国この試合初めてのいい形。前半の6分過ぎ、先ほどもそうでしたが中国は中盤の7番、はい、23歳の若いヨウカが効いています。このボールもいいボールでしたね。そしてディフェンスの裏側へ遠いボールが入ってきました。そのままダイレクトのボレーシュート、両チームともにシュートが1本ずつありました。立ち上がり20分が一つ大事だというトルシエ監督ですが、そうですね、いい展開ですよ。21番の稲本、そして左サイドを使う、縦に入ってくる、チャンスだった、シュート、中山、中山の左足でした。今のはねシュートなんですけどもね、できればマイナスのボールでクロスを上げたらジョーがフリーでしたね、このでも稲本のパス最高ですよね。そして七海がダイレクトで落としていきます。そのまま左足で、中山のイメージはキーパーと近いポストとの間だったか、そうですね、まあ、ストライカーですから。前半7分経過、日本2つ目のいい形がありました。立ち上がり20分が大事だというフィリップ・トルシエは就任して1年半が経とうとしています。過去のトルシエ監督になってから国際 A マッチ、今日の A マッチを含めると14試合になります。5勝4敗という成績の日本ですが、今日はここまで2ついい展開があります。左サイドを使う、中山がここまで下がっている、小野が作ります。七海、こうやって日本が順番にボールを回している様子を見ると、はい、非常に個人技の高い選手が中盤に揃いました。そうですね、今のようにためを作って展開をする、はい、そういった攻撃ができますんでね。日本は昨日のこの神戸での練習の中では後ろのこのディフェンスの位置からですね、はい、早めに外に開いて、うん、そして速攻を仕掛ける練習を相当にやってましたが、こういう形です。いいボールですね。中に預けて中盤から押し上げ、相手のディフェンスが下がる、中国はクリアが多くなってきました。また右サイド、7番のヨウカが持っています中国、ここは日本のファールです。
中国にイエローカードが1枚出ています。激しいですね。フレンドリーマッチなんですが、立ち上がりから激しいゲームになっています。立っている9番がマ・メイグです。今日は国際 A マッチです。第3国から3人の審判が来ています。韓国の3人、レフリーがソン・ジョンドク、アシスタントレフリー、副審はイム・ジョンホルとクワク・ドンイルです。そして今年1月から中国を率いているユーゴ出身のボラ・ミルティノビッチ。これまで4カ国違った国でワールドカップ出場を果たしてきました。まあ、世界的なレベルで言いますとね、はい、知名度実績トルシエよりもむしろ上回っているミルツノビッチ。そうですね、まあ、今日の選手もそうなんですけども、両監督を見ますと、期待をされている監督、または一方では不安を抱えた監督というね、そういった2人の監督が、映ってきますよね。しかも2人の関係で言いますと、前回のフランス大会で、本大会でフランスで指揮を取ったのはミルツノビッチでしたが、予選でそのナイジェリアを指揮したのはフィリップ・トリシエという因縁もあります。何か因縁見えてますね。さあ、ヨーロッパから戻ったばかりの選手ですが、中盤でさあ取られる、フォワードが入ってくる中国。ここは日本のディフェンスが戻る。日本はしかし中盤で奪った形はチャンスになります。いい局面は3対3になった。日本のチャンスか。抜けていく、逆サイドを見ている。中国のディフェンスが戻りましたが、しかし今は日本が一旦ですね、はい、マイボールを奪われてピンチからまた逆に奪って押し上げていきました。そうですね、そしてこれゴール前走っていってるのは松田ですからね、はい、やはりまあ監督の指示通り、チャンスとあらばゴール前までもう思い切って上がっていくと、はい、そして今左サイドから折り返したのが先ほど足を痛めていたジョーですから、あのくらいの走りができれば松木さんどうも大丈夫ですね。そうですね、まあ、温まってる時ってのはそれほど痛み感じないんですよ。前半の11分が経過、まだ両チーム無得点、非常に積極的なアグレッシブなゲームになってきました。ヨーロッパから戻ったこの中田を中心に3人の動きそのものは、松木さん、10分を過ぎてどうでしょうか。悪くないですね。中田のキックの瞬間に場内あちこちでフラッシュがたかれました神戸です、はい、一方の中国のディフェンスを見てみますと、ディフェンスが4人、そして中盤に4人から5人、むしろアウェーのゲームということで敵地で戦っている守備的なようにも見えますが、しかしフォワードのスピード、身長を考えますとマークが甘くなれば失点するような今日は相手ですよね。うん、そうですね。ただ、まあ、ベースとして考えているのは、中国はやはりアウェーゲームということをまず意識していると思いますね、はい、特に前半。日本はアジアカップ香港マカオ遠征の中でシンガポール、ブルネイ、マカオと対勝してきましたが、その時の相手とは今日の中国はレベルが一段落違います。ボールを触らずにスルーしました日本。さあ、中盤のつなぎはタレントが揃っている。ジョーが持つ、マークは3人という中国。まだチャンス、あっと足がかかった、ファウルは取りません。そうですね、ダイブということで、まあ、ボールに関係なく、はい、まあ、飛んでファウルを誘ったという、そういうレフリーの判断ですね。このにしますと、足の相手の足がですね、来ているのを目にしながら、はい、膝の故障を長く苦しんだ小野としては、そういう恐怖感もあるいはあったかもしれませんが、そうですね、まあ、一ついい経験をしましたね。ですから今のようなシーンでも、はい、やはりこう無理しないと言いますかね。今見えているブルーの5番、3番、4番がディフェンスの最終ライン、こうやってどんどん押し上げてきます。相手を置き去りにしてハーフウェイラインまで上がろうという日本です。ちょっと合いませんでしたね今。就任して1年半、任期は今年の6月まで、あるいはそれ以降2002年まで続投があるのかどうか。今日は今までテストしてきたことを答えとしてある程度出したいというのがソルシエ監督の話です。まあ、ですからこのヨーロッパから、ね、3人の選手を呼び戻したと、はい、フレンドリーマッチで呼び戻すというのは本当に珍しいケースですからね。おそらくファンの皆さんもですね、そういうことを感じながら見ておられると思いますので、親善マッチと言いながらちょっと違う独特の緊張感があります。ありますね。稲本からこうやって両サイドに今日はいいボールが出ています日本。さあ、右サイドの突破、中田から
ノーファールです。ただ今のシーン見てもらっても分かるように、はい、中田がパスを出してそのボールをもうすでにディフェンスに中田が入ってますんでね、はい、この辺のねタイミングがもう素晴らしいですよね。攻守の切り替えが。中田はイタリアのセリエ AS ローマでは中盤の今日やっている攻撃的な位置よりももう少し後ろ守備的な位置をこなしています。立ち上がりにヒヤッとする場面がありました日本のディフェンス。真ん中に23歳の若い松田、左はまだ20歳という中田浩二、まあ、代表で宮本というガンバの選手がですねセンターをやるような真ん中をやるケースも多かったんですが、はい、このところ松田がずっとやってますね。そうですね、やはり、まあ、期待をかけてる一人だったと思いますね。はい、あ、いいボールでしょ。そして稲本から。ただああいった大きな展開は日本にとっては大事なことだと思いますね、はい、再び中国は7番のゲームを作る陽華ですが、これは日本がカット、オフサイドか。オフサイドですね。オフサイドフラッグ上がりました。しかし中山の飛び出すタイミングはギリギリのタイミングで待っていました。はい、まあ、立ち上がりから今は小野からですし、はい、ですね、七海、小野、中田と、はい、攻撃幅がありますよね。左サイドを使います中国。中国がなかなか中盤で形ができなくなってきました。日本のボールの支配率が上がってきています。フリーという声が聞こえてきました。左サイドに回る七海、マーカーは2人、ゴールキックかコーナーキックか。ゴールキックです。立ち上がり15分経過。まあ、七海も本来はライン際よりももっと中でもプレーできる選手ですが、そうですね、ライン際アウトサイドをプレーしています、はい、まあ、本当に与えられた仕事をきちっとやろうとする、はい、今のシーンなんか見ても分かりますよね、しかも今は自分としてはきちっとコーナーキックを取ったんだというプレーだったようです、うん、安定はゴールキック。13日の夜に急遽ベネチアから戻ってきました七海。ほぼ満員になりました神戸ユニバ記念競技場です。日本コールが起こっています。立ち上がりのジョーのシュート、そして左サイドからの突破がありました。控えの選手がアップを始めています。ジョーの負傷でカズが急遽アップをしましたが、時間を見ながらベンチが動き出そうとしています日本。一方の中国に今動きはありません。パスは通りませんでしたが、中盤のですね、そうですね、今、はい、本当に意図は見えてますよね、この稲本が右サイド左サイド両サイドに長いパスを早めに通していこうという、はい、そういうプレーがいくつか続いています日本。一方の中国は早めにこの長身の185センチと186センチのフォワードを使おうとしています。7番のこの陽華は要注意、11番は極盛強、中は長身のフォワードが1人待っています中国。再び陽華、ディフェンスが上がってきます。2番のシャフォーです。折り返す、後ろのマークはどうか。日本のディフェンスが戻る、まだ中国キープ。さあ、いいカットですね。日本はこの後をつなげたい。この辺りが中田の倒れないボディーコンタクトの強さか、ね、なんとなく中田ファールって感じがしますね、はい、中田に触った瞬間にレフリーが反応しましたんでね、こういったところも選手にとってはこう一つ必要な部分ですよね、まず今選手の間には中田に預けておけばですね、はい、ピンチにはならないというイメージができてきますよね、中国はなかなか中盤での形はありません。ただ右サイドで7番の陽華が崩すことに何回か成功しています。ディフェンスラインは中国は4人です。左サイド4番の呉翔英、そしていずれにしても早くこのフォワードに預けようという中国、まあ、日本も逆に言うとそういう中国の戦法は分かってますね。そうですね、比較的中国の方が細かいパスでですね、中盤を構成してくるという感じしますね、まあ、7番の選手を中心にですね、はい、ただここまでの中国を見てみますと右サイドに偏ってます。
オフサイドか、オフサイドフラッグが上がりました。またこれもかなりタイミングが遅れて上がりましたが、そうですね、今ちょっとね、はい、合わなかったですね。思わず松木さんは声を上げたのは日本のディフェンスのタイミングが合っていないという意味だったでしょうか。この位置ですね、まあ、これなんともないクロスなんですけどもね、はい、まあ、こういったシーンが不安定なディフェンスラインで出てくるとやはり怖いんですね、はい、今の場合まだ、まあ、他の選手が反応してましたからいいですけども、はい、まあ、3人のディフェンスが今見えています。3人のラインが一直線に並んでいわゆるフラットな3人のディフェンス3バックです。中山へ押し上げる、持ち抜きが行く、いいですよ、まだ日本キープ、もう一度一旦下げます、逆サイドを見ている、稲本が相手のチャンスの目を摘もうとしています。ナイスカットですよ。ディフェンスに引っかかる、スルーパスが出る、日本チャンス、折り返したか、ハンド、ハンドか、いや、ハンドのホイッスルはありませんでした。こっから見てもハンドに見えましたけどね。今レフリーの判断はノーファール、しかし日本カウンターからいいスルーパスが出ました。いや、中田ですよ、カットして、はい、速いスルーパスということ、はい、これもスルー、オフサイドはない。中田が2本続けて速いタイミングで相手の裏にスルーパスを狙ってきました。ここですね、先ほどプレーです。ここでカットをしてそのまますぐにディフェンスから入って、ただその後のね、はい、この中山の反応も良かったですよね。ただちょっと、まあ、深くまで入りすぎたなという感じがしますね。中山が持った瞬間に相手のディフェンスが4人固まってきました、うん、中山、そしてシュートではなく逆サイドのジョーを見ました。そうですね、日本ボールです。ただああいうシーンをどんどん出していきますとね、日本のリズムにどんどん変わっていきますんでね、はい、いいと思いますね。ディフェンスが来ます。5番は中田浩二、自分でそのまま上がる、今のシーンは、まあ、3人しかいないディフェンスの1人が上がっていきました、はい、ただまあ自分たちがボール持ってる時はもう、はい、ね、相手のゴールするチャンスってのはないわけですから、そういった部分では積極的に松田です。これも早く上げてくる、間に合いそうです。マイナスのボールが入る、強いボールが来ました。七海か、いいですけどね、中国の速攻です。右サイドに預けます。8番は李哲、さあ1対1になっている。まあ、初めてと言っていいぐらい中国がですね、はい、本当にディフェンスラインから長いボールを上げてきましたね、はい、こういうボールが出てくるとやはり日本のディフェンスラインしっかりとした組織が必要だと思いますけど、ファールです。倒された七海、先ほどはライン際に持ったボールを中に入ってもらおうとしました七海ですが、タイミングがわずかに合いませんでした。いい、チャンスは日本が数で上回っています。まだしかし先制点はありません。前半22分経過、ジョーのヘディング、スペインリーグで2得点、いや、たくましく見えますよね本当に。代表でのゴールは A マッチは5点です。スペインで自分が得たもの、それは 100% 力を出さないと通用しないということだと本人は語りました、うん、そしてこのゲーム前の練習の中では自分は勝つために帰ってきたんだから、そうも話しましたジョー。七海の速いボールが入る、永田が来ています、逆サイドを見ている、まだ日本にチャンスがありそうです。稲本がつなぐ、さあ日本の3人のディフェンスはどうか、ヒヤッとしました、ヒヤッとしましたね。森岡は左足の小指の付け根を長い間骨折してプレーする時間がなかなかありませんでした。ようやく戻ってきました代表のゲーム。これも中国は早いタイミングでまた入れてくる。日本の
攻撃をしのいでいる中国もいくつかいい形になりかけてきました。まあ、立ち上がり20分で先ほどのリポートの中でも、はい、トルシエ監督からガンガン行くんだという指示が出ていた日本は、はい、攻めていながら得点までは至りませんでした。そうですね、ただまあ要所要所で本当にいい展開が見えますのでね、はい、中から攻めていく中国。日本のディフェンスが押し上げていきます。そしてその間に中国が入ってくる。中国のチャンス、シュートはジャストミートしませんでした。おっとこれもやや不用意。10番のナナミです。そしてスペインから戻ったジョー、ジョーがファールを取られました。中国の5番はハン・シキ。なかなか攻めながら得点まで至りません日本。まもなく前半の25分を経過しようとしています。中国ボールです。初めて中国のベンチからミルティノビッチが出て指示を与えました。一方のトルシエ監督、日本のベンチサイドには動きはありません。日本コールがこだましています。満員になりました神戸ユニバ記念競技場。立ち上がりから日本が押し込んで、そして中国はこの時間帯になってややいい形になりかけていますが、外への展開、永田です。素晴らしいボールが通る。七海へ、またキープ、ジャストミートせず、最後は得意の左足を封じられました。いやー、中田の右サイドから左サイドへのグランダー気味の素晴らしいパスが通りました。そうですね、その前に小野くんがねすごくいい、はい、そのフィードをしてるんですね、はい、ドリブルから始まってますんでね。七海は得意の左足にコースが空いていなかった、はい、ただ素晴らしいですね、はい、素晴らしいパスが何本か続きましたかね。中田がこの日本の今のチームにもたらしたものの一つにですね、松木さん、タイミングっていうのがあると思うんですね。そうですね、タイミングとあとはパスのスピードでしょうね、はい、とにかく今までの日本のタイミングを全て早めた、そういうイメージで中田は出してきています。 J2 からただ一人この代表に選ばれている小野、まあ、小野と中田英寿が同じ中盤で攻撃を組み立てるというと、あのフランス大会で日本が敗れたジャマイカ戦以来ということになりそうです、はい、まあ、あの時は小野はですね、プレー時間が少なくて、そうですね、コンビネーションらしきものはあまりありませんでしたが、今日ここまでの2人の関係はどうでしょうか。というか、2人がボールを持った時に何かこう、はい、展開、まあ、攻撃に対するラストパスが生まれてくるなという感じですよね、はい、しかし中田が前に行く時間がですね、小野に比べて多いとは思いますが、しかし小野からも、その後ろの稲本からも長いいいパスが出てますよね。ですね、ただ運動量からするとね、やっぱり永田選手の方が多いような気がしますね、はい、中山は香港マカオ遠征でゴールを量産しました。さあ小野のドリブル、いいボールだ、日本のチャンスか、まだキープ、サイドを使いたい日本ですが中へ、まだあります。防戦一方の中国ミドルシュート、うん、これは稲本の持ち味。いや、いいですよ。いや、本当に細かいパスから、はい、こぼれてきたところを思い切って、はい、遠目からシュートを打つと、そうしますと今度遠目から打ち始めますとね、はい、相手のディフェンスがそう簡単にはね、見てられませんのでね、そこでまた空いた選手ができるという、まあ、90分のゲームを考えますとこの一つのシュートってのはいいわけですね。日本のディフェンスラインをご覧いただいてます。相手の位置を見ながら常にディフェンスを浅く前へ前へ保とうとしています日本、まあ、そうすることによって中盤の人数が多くなります。速いテンポで前へ、バックスタンド側のアシスタントレフリーがファールがあったということをレフリーに知らせました、
まあ、今の永田のパスもそうなんですけども、今まで永田がプレーをしてここまでの時間約30分にもうすぐなるんですけど、はい、ほとんど2タッチ以内でプレーしてますね永田選手ね、あの辺がやはり技術の高さ感じますよね。さあフリーキック、永見の左足の精度はイタリアに渡ってさらに高まっているかどうか。これはもうキーパーとディフェンスラインの間に速いボールが入っていると面白いですね、はい、低いボールが入る、ゴールキックです。いいですね、今の永見のアピールで言いますと相手が出したんじゃないのかということなんでしょうか。そうですね、あの僕すごくいいなと思うのは、はい、先ほどのジョー君もそうですし永見君もそうですし、ヨーロッパでやってきた選手っていうのは、自分のプレーに対して必ずアピールをすると、必ず今のはこっちのボールじゃないかと、はい、こういう意識が高まったっていうのは僕はすごくチームにとっては大事なことです。まあ、しかもその意識の中にですね、戦う姿勢を見せながら反スポーツ的な行為にならない程度にという抑えが効いています。さあ中国が入っていきますが、ディフェンスが日本は4人、ファールですね、ボールが取れないタイミングで中国が飛び込んでいきました。5番は中田浩二です。ディフェンスに中田浩二5番、そして中盤の前に8番の中田英寿がいます。前半30分経過、まだ日本無得点。今キックをした楢崎が今日はキャプテンマークをつけています。ゲームキャプテンです。川口、楢崎と代表に2人入っている中で、このところ楢崎が先発されるケースが日本代表は多くなってきました。そうですね、まあ、残念ながらキーパーっていうのはポジション一つしかないですから、はい、やはりお互いね切磋琢磨して伸びていってもらいたいと思いますよね。1対1での競り合いは中国のフォワードにはやはり高さがあります。いいカバーですね今森岡君。本来は森岡はディフェンスラインの真ん中をやることがチームでは多いんですが、今日は右サイド、その森岡です。再び日本コールが起こっている神戸。先ほどミドルシュートがあった稲本、左サイド5番の中田浩二、はい、中田英寿です。あっと中国がボールが取れずにちょっとディフェンスを引っ張ってしまった。中国の12番シク・モシンは186センチ、11番の旭も185センチ、大型ですね。不用意なパスでした。押し上げる中国、中田です。ドリブルで入っていく、ハーフです。初めてじゃないですか永田が先ほどダイレクトプレー、はい、ツータッチからドリブルに入ったという、これだけ効果があるんですね。やはりスピードに乗ったところを体を止めに行きました中国。さあ距離はハーフウェイラインとゴールの位置からすると26-27メートルありそうです。永田がいます、小野がいます、そして永見もいます。そういう意味ではキッカーはタレント豊富です。ヨーロッパから帰ってきた2人が相談しています。まあ、お互いイタリアリーグですから、はい、イタリア語も通じるんでいいんでしょうね。イメージとしてはもちろん距離で直接狙えない距離じゃないですよね。いやもう狙える距離だとは思いますけどね。あるいはどちらかが触って壁の位置からずらしてその後にシュートか、それかキーパーが弾いたそのリバウンドを狙うというのが今、はい、まあ、ゴールの確率高いですからね、はい、そういった部分では。中田が蹴るなら右足、10番の七海は左足得意です。中田が狙う、ダイレクトで狙ってきました。イメージはゴールキーパーの届かない右上の隅だったでしょうか。まあ、自分でももうちょっと当たりが悪かったんでしょうね、はい、壁を越えてもう少しカーブをかけながら落としたかったか、微妙なところなんですね。イタリアセリエ A、 ペルージャからエースローマに移ったばかり、ビッグクラブに移りました日本の司令塔中田英寿。
立ち上がりに比べると中国も少しずつですが攻撃的な感じになってきました。いいですよ、七海ディフェンス。これも中国ボールです。ゆっくり攻めている中国。いいトラップです。キャプテンのマ・メイユ、中を見ている。ディフェンスラインにかかりました。中田です。中国ボールに変わります。まあ、イタリアから戻ったばかりで決してコンディションは良くないと思いますが、中田の運動量が目立ちます。早い展開で小野に渡る。小野は前の2人の位置を見ている。相手のラインとの関係で左サイドに出す。ジョーが持つ。シュートコースになって、シュート、いいタイミングで打ってきました。ジョー、いいですね。ただまあね、まあ、ジョーとすればスペインリーグでも本当に90分の間に1回か2回しかチャンス来ませんのでね、はい、こういったシュートはきちっとものにしたいと自分自身では思ってると思いますね。まず一つはコースが空いたことを見逃しませんでした、ジョー、うん、シュートのタイミングそのものは文句なかったと思いますが、そうですね、ただあのボールを受ける、はい、そのポジションが良かったですね。さあ今度は中国のチャンスか。ディフェンスが戻る日本。まだ、あっと中国が手を使いました。そうですね、森岡が引っ張られてしまいました。中国としても日本のですね、はい、3人のディフェンスラインがもう意識的に浅くしているってことは分かってるはずですから、うん、ですから、まあ、何度かありますけど、ただ今日日本 の、 そのディフェンスラインかなりうまく統率取れてますね、3人が。中山のボールですがオフサイドです。精力的に動き回っている中山。中山城の2トップのフォワードです。左サイドを務めている七海。まだ日本は先制点がありません。中国も立ち上がりに比べると形らしいものが出始めている感じがあります。両チームの対戦はご紹介したように7勝7敗。前回2年前の国立のゲームでは2対0で中国が勝っています。オフサイドはない。マイボールにすればチャンス。逆サイドを見る。今小野君良かったですよ。今小野中田のコンビネーション、はい、すごく良かったですね。中につなぎます。中国は前はボールを持っている選手1人。まだボールは生きているか。コーナーキックか。ゴールキックです。ゴールキックに変わります。ディフェンスで粘りました望月、うん。まあ、この望月のポジションにはですね、いろんな候補者がいるわけですね。多くもいますし、うん、ただこのチームに活気を与える、この本当に戦うんだという意識をね、はい、与える選手ですよね、望月選手は。日本のファールです。もう手元の時計でも残り時間が前半10分を切っています。ただ日本はこういうフリーキック気をつけた方がいいですね。日本に比べるとチャンスの数では劣っている中国は、セットプレーはチャンスです。入れ替わる。個人技のある陽花。つなげます。七海です。ユニフォームを引っ張られた。引っ張られました。中山がすり抜けていこうというところでユニフォームに手がかかりました。イエローカードです。ディフェンス3番の張恩佳。今中山選手うまかったですよ、はい、相手を背にしながらね、はい、シャッと出てきましたんでね。中国の選手も軍に所属している1人を除いて全員がプロフェッショナルです、はい、そういう意味では勝負の勘どころで相手を止めるプレーをしてきています。七海へ早くつなぐ。中田、あっと後ろから押された感じがありますが、ノーファール。
早いタイミングで入れてくる中国に対して、逆サイドを見ています。大きな展開です。いい展開ですよ。さあ中盤が空きました。中山が下がってきています。逆サイド空いてますよ。そして小野が見ています。その逆サイドまで中田が出ています。早めに入れてくる。上へ、中国のディフェンスのラインはそれほど上がってきません。さあ中警戒、出ましたね。ライン終わりましたか。いやラッキーでしたね。今日本は11番は極盛京、まあ、大きさだけではなくて速さもフォワードは持っています。そうですね、今のダイレクトプレー良かったですね。中国ミルチノビッチ監督は中国に足らないものは国際経験だけだと、うん、ポテンシャル潜在能力はスピードもテクニックも相当なものがあるんだという話をしてましたが、中国は今日のゲームを2002年ワールドカップ出場のための第一歩という位置づけをしています。そういう意味では日本でアウェーゲームを戦っている中国、いいですね。今のようにこの小野君が左サイドへ来て七海君が中へ入っていく、お互いは中盤でいいパスが出せますんでね、こういったポジションチェンジが、ね、はい、日本のこのリズムを作ってきますよね。むしろ小野とですね中田が意識的に離れる時間帯を作っているような感じがありますね。そうですね。今日はパッサーゲームを作る2人を中盤の前に並べているトルシエ監督。さあドリブルが入る。中山へ、日本ボールです。手元の時計は40分経過、前半まだ無得点。残り4分を切りました。国際サッカー連盟 FIFA が公認している国際 A マッチです。その FIFA のランクで言いますとブラジルがトップ、日本は62位、中国は上回って59位というのは現在の状況です。中田へ、クリアがミスになりました。中国、日本は粘る。今日は本当にトルシエ監督静かでね、ほとんど試合中指示してないんですよ。で、ベンチの選手10人入ってますけれども、はい、それを5人ずつ分けて、そしてその今2つ目のグループが2回目のアップをしたところです、はい、特に誰を指名してということはありませんね、まあ、これまでのトルシエ采配を見ていますとベンチから頻繁に個々の選手に指示を与えるシーンがあったんですが、今日はいつものトルシエ監督とは様子が違います。じっくりとベンチの中で構えています。中国ボールです。アウェーを戦っている中国としては0対0でも前半は良しとするイメージがあるかどうか。それは持ってると思いますね。ですからディフェンスからの、まあ、攻撃参加というのはほとんどないですから、ええ、こうやってボールを回していますが、前は白いユニフォームは4人孤立しています。あっと日本ピッチになる。中国のヘディング、瞬間的に相手の選手がノーマークフリーになりました。そうですね、今ただまあボールもいいボールでしたよね、はい、ですからあのラインまで入った時にはもうラインを上げることよりもですね、しっかりと人数的には足りてるわけですから、はい、しっかりとそのマーカーを見るということも必要になってくるかなと、この中盤の外側にいる今望月がですね、今見えている松田のいるラインよりも外側でマークして戻ってきました、うん、まあ、ラインを合わせたんだと思うんですけどね、はい、ただまあ相手が1人、日本のディフェンダーが数的優位な時にですね、はい、相手にチャンスを与えるようなポジション取りは僕はあえてする必要はないと思いますね、前半はの時間が少なくなってきた。小野の個人技、2人がかりの中国、いいですよ。稲本、中田が左サイドまで回ってきています。そして相手の右サイドを見ている。
速いボールが入りました。さあ中国の前にも今スペースがあります。ここは一旦スローダウンします。中国細かくつなぐ、中田英寿です。右への展開、望月がいます。中田、小野、そしてその前に城と中山。まあ、決してアイデアとしては悪くないですからね、はい、もう切り替えるべきですね。もう前半はほとんど時間がなくなってきました。小野です。あ、いいボールだ。チャンスになる。もうタイミングが一つ早く相手のディフェンスの前に入りたかった日本。小野でしょうか。いや、小野はプレーしています。一人選手が倒れています。日本、七海です。七海が倒れて今立ち上がりました。45分経過、ロスタイムの表示は1分。中国ボールになりそうです。ベンチからまた中国のミルティノビッチ監督が出ています。赤いウェアのミルティノビッチ監督はスペイン語の指示をチャイニーズに通訳して選手に伝えているということです。森さん、はい、見てて面白いのはね、このミルティノビッチ監督がね、あのボードでいろいろ書くんですよ、はい、それでそれをね、選手に、ベンチの選手にわざわざ見せて、また自分のこう考えをこう浸透させていこうとしているような、はい、そんな動きがありましたね。さあ中田のいい振り返りから右サイドを見ている。そのままドリブルで崩す。自分でまずスペースをこじ開けようとする中田ですが、中国のチャンスになる。3人のディフェンスの間に入り込まれた日本。この時ロスタイム1分経過、両チーム無得点。ヒヤッとしました日本。そうですね、まあ、先ほどの栗田さんの話じゃないですけども、はい、まあ、やっぱりこのゲームをユーチミノビッチ監督はですね、はい、やっぱりトレーニングの一環として考えているんでしょうね。今日も迎えています。今日の日本です。前半のサッカーのやり方を松木さん変える必要はないんだと思いますが。そうですね、まあ、日本はもう今まで通りでいいと思いますね、はい、あとは点ですよ。そのいい形を点に結びつけるためにどんな変化をつけてくるか日本。中国のチャンスになる。お、立ち上がりですね、はい、立ち上がり気をつけた方がいいですね。後半は中国はかなりもう積極的に前線からプレッシャーかけるようなイメージがありますね。中国は前半いい動きをしていました。背番号7番の楊華がベンチに下がりました。さあ日本がいく、あっとゴールラインを割りました。中国は2人選手が変わっています。あの前半いい形を作った7番テクニックのある楊華に代わって19番の季功が入りました。そして16番の孫健軍に代わりまして6番の李明が入りました。実は李明という同姓同名の選手が2人いるんですが、はい、23歳の若い方の李明が入りました。2人選手交代を使いました中国のミルチノビッチ監督です。まあ、中国の方の、前線のディフェンス見ますと両サイドをですね、はい、すごくケアするような、気にするようなディフェンスの体型を取ってますね、はい、日本は前半と同じメンバーで戦っています。このサイドにボールが出た時のそのチェックが早くなりましたね、前半と比べまして。日本は前半のシュートが8本、残念ながらゴールの枠に行ったシュートは1本もありませんでした。一方の中国は前半のシュートが3本です。まあ、中国はこの日本に遠征してくる前に1週間ほど国内でキャンプを張ってきたそうですが、コンディションそのものは松木さんまずまずと見ていいでしょうか。そうですね、まあ、まだあの前半しか終わってませんのでね、何とも言えないですけども、はい、
今中国のベンチの前に監督が出て指示を与えているんですが、その手の動きを見るとディフェンスのラインにもっと上がれ上がれと言っているようなイメージがあります、うん、いいカットですよ。七海が入ってきている。中田へダイレクトで出す。もう一度中田が行く。前に中国の白いユニフォームが3人立っていました。そこに入っていきました中田。再び中田へ稲本がいます。ちょっとねうまく当たらなかったですね今の中田選手ね。しかしここは中田のディフェンスが勝る。中山ゴール前にはジョー、ボロがあります。逆サイドを見ている。もう一度中田へダイレクト。チャンスになる。入れ替わった。チャンスシュート。キーパーファインセーブ。日本後半決定的なチャンスは3分。いいプレーが続きましたけどもね、最後ですね中田のダイレクトプレーから始まりました。このプレーこれでですねアウトサイドで浮かして、ジョーがこれうまいんですよ。ジョー、そして七海、はい、中田、ジョー、七海という戻ってきた3人のダイレクトプレーでした。そうですね、最後七海君の右足でしたけどね。低いボールが入る。11番の旭星京、ディフェンスは依然として4人で守っています。12番長身のフォワード宿毛慎、ファールはありません。早いタイミングで入れる。前には中山、中田へ左サイドを見てますが、おっと珍しい空振り。今のフェイントだとは思わないでくださいね。今のはもうミスですからね。キャプテンのマン・メイウを経由して楢崎が出てくる。おっと手は使えない。あのタイミングよりも遅れますとピンチになるケースでした日本。中田から上へ、中山の位置を見ている。さらに望月が入ってくる。いいですね。ディフェンスの森岡がハーフウェイラインより前に来ています。キーパーは198センチの高身。まあ、いった単純なボールですとやはり高さがあるだけにね、はい、なかなか難しいですね。速いボールで入りたいですね。シュートコースを潰します日本。さあチャンスになりそうです。中田の前にスペースがある。左サイドを1人選手が上がる。小野でしょうか。その小野を見ていますが、あっと挟み込まれた。ノーファール。日本ボールです。森岡へ逆サイドを見ています。ディフェンスから長いボールが蹴ることができる、まあ、そういう人選もディフェンダーには要求していますトルシエ監督です。中田からコーナーキックです。後半2つ目のコーナーキック。いいアイデアですね。今もパスのスピードというよりもポイントに落としてきました中田のパスです。今日のゲームですごく何度も見えるのは、はい、中田選手がボール持った時のこの中山選手の動き出しの速さですよね、はい、まあ、ここもきちっと見てましたね中田選手ね。さあ後半2つ目、ディフェンスの長身の松田も上がっています。近いサイドに中山、日本ボールのスローインです。後半立ち上がり6分経過。攻める日本、足が高く上がりましたが韓国ボールです。後半のこの小野と中田のコンビはどうか。中国がまた選手交代の準備をしています。望月下げてディフェンスの森岡、ディフェンスにボールが渡ってもあくまでもラインは浅めの日本。サイドへの展開、ファールはありません。野地さん、はい、それから日本ベンチは全員アップをしてるんですけれどもね、はい、その中でも服部が特にですねピッチを上げてますね。
服部は中盤の守備的な位置あるいは、まあ、最終ラインも可能だと思いますがまだ日本に選手交代はありません。一方の中国は選手交代が2人そしてもう1人ベンチの前で中盤の選手が試合に出る準備をしているようです。交代枠は今日は5人です。前半と同じように局面局面の1対1は相当に激しくなっています。日本ボールです。さあ松木さん、はい、中国もですね前半と中盤の選手を少し入れ替えてきて、はい、運動量そのものがですね、うん、前半の終わり頃に比べると上がってきている印象があります。日本服部呼ばれました。日本は服部がスタンバイしています。そして中国はさらに中盤のゲームを作る紳士を入れようとしています。このあたりの中国の考え方早め早めにですね中盤を入れ替えてきている。そうですね、中国3人目の選手交代です。キャプテン9番のマ・メイウに代わって同じようなポジションをこなす紳士が入ります。15番3人目の交代です。まあ、こういうフリーキックの前に交代しますとね、はい、あのフリーになる選手が出たりしますんでね日本チャンスですよこれ。ディフェンスの森岡上がります。相手の裏いいタイミング出る折り返せばチャンスだったフリーになったシュート斜めの左足曲がれますシュート、うん、ポストのわずかに右最後は望月でした。その前の七海が決定的な形でした。そうですね、ただ中国はもう本当に中盤の要の選手がいなくなって交代した直後ですからねこれ結構こういうことってあるんですよね。左サイドから早いタイミングで出てここで一旦ジョーがキープしてノーマークの七海へディフェンスに跳ね返って望月、これもフィニッシュのところですね。それにしても先ほども中田ジョーというコンビがありましたがジョーも今ワンタッチでしたよね。はい、もうこの辺はね本当にこの厳しいゴール前でのプレーっていうのはよく心得てますよね、はい、キーパーへのイージーボールになりました。まだ日本に選手交代はありませんが服部が入る準備をしています。交代小野です。七海がじゃあ真ん中に入るのかもしれませんね。服部は中盤でもそしてディフェンスでも左サイドが得意です。アウトオブプレーになりませんと選手が入れません。望月、森岡、稲本へ。このところずっと中盤の守備的な位置を任されている稲本、七海へ、そして中山を走らせる。ここで日本初めての選手交代です。小野は後半の11分までプレーしました。そして小野に代わって服部が入ります。今日の小野のここまでのプレー拍手に迎えられますが松木さんどう評価しますか。はい、いや決して悪くないと思います。山本コーチが迎えます。そうですね、七海君入りましたね。中盤に戻って服部君が左サイド。今ボールを持っているのが松田です。そして森岡、中田が腕を掴まれている感じがありますがノーファールです。選手同士の腕が絡まってました。そうですね。さあ日本のポジションを確認してみますとやはり小野に代わって入ったこの服部が左のいわゆるウイングバック、中盤の守備的な位置で左サイドにいます。そして本来この位置にいました七海が一つ前の攻撃的な位置に上がってきました。そうですね、ですからもう七海君にはある程度その中盤から前攻撃に移った時のこのいい仕事をしてほしいと、はい、ええ、
方の中国は前半と同じようにディフェンダーが4人、そして中盤の選手がその前に4人、フォワード2人。お、入れ替わった。中で中国の選手が1人フリーになっているが、ドリブルが日本のディフェンスにかかる。いや、稲本選手いいフォローでしたね。ダメます。七海がこの位置にややポジションを上げてきています。逆サイド、サイドを変えたい。森岡上がってくる。まだジョーはゴール前をゆっくりと動いている。望月がスピードで入れ替わる。入れ替わった後が思うようになりませんでした。望月、今のプレーです。ここはうまかったですね。フェイントをかけながらスピードで入れ替わって中を見ていました。そのターゲットにはジョーと中山2人がいたんですが、まだ日本無得点。日本ボールです。森さん、はい、それからベンチの後ろでね、川又コーチがついてアップをさせているのは中村俊輔と高原ですね。はい、交代枠5人で日本はまだ1つしか使ってません。一方の中国は選手交代3人終わってます。七海から稲本へ、そして森岡へ。森岡が少しずつ攻撃的な位置まで上がってくる時間が多くなってきました。代わって入った15番は新志です。鈴木いいですね。いいディフェンスしましたよ。松田、そして中田浩二、交代で入りました服部がいます。味方に当たってしまった。直接スルーパスを狙いました中田。中国も押し上げようとしていますが押し上げ切れません。むしろ日本が前半の立ち上がりと同じように非常に全員が攻撃的に動き出しています。再び中田のドリブル、取れない。まだ行く。あっと、止められなくてファールで止めました。やはり正面を向いてスピードに乗った時の中田には魅力がありますですね。強いですよね。まあ、これをもうゴール前でやってもらうとね、ペナルティーキックというねチャンスも生まれますんでね。七海です。グラウンダーのボール、前でかるチャンスなのか、折り返した。稲本でしょうかですね。コーナーキックに変わります。中に浮かせると見せて近いサイド転がしてグラウンダーのボールに反応しました稲本。後半3本目になります。左足の七海、いいボールだ。しっかりサイドへ流してきた。チャンス、まだあります。中山か、オフサイドはない。再び七海へ浮かした。中国のディフェンスにも高さがある。ここはよくしのぎました中国。まあ、七海君うまかったですけどねさあまだチャンスになる。あ、オフサイドギリギリですけど、逆サイドで1人手を挙げているが、オフサイドになってしまった。ノーゴール、ノーゴールです。ゴールは認められません。その前にオフサイドフラッグが上がりました。いや、中山本当にいい動きしたんですよ。本当なんですけどね、ちょっと出てきたかなという感じですね。場内がどよめいています。このパスが出た瞬間にアシスタントレフリーはフラッグを上げてました。まあ、ギリギリですね。ただいい動きでしたよ。ユニバー記念競技場を埋め尽くしたサポーターも日本の先制点を待っています。望月が右サイドを使うか。あっと、タイミングが合わなかった。七海望月のコンビ。まあそこ今七海君が出したところでないと、もう一度ディフェンスの選手にチャレンジしていかなきゃいけないということで、はい、七海としてはあそこでですね、はい、本当に決着をつけたいという気持ちがあったんだと思いますね。
つなぎます。中田がいます。そして今七海が右サイド、中田が左サイドに回り込んでいます。強いですね。リング中国には平均身長が182センチを超えています。望月へ大歓声になりました。今日のユニバ記念競技場は39,482という発表です。上2人に囲まれる。まだボールは生きてます。繋げばチャンス。ファールを取られました。中国ボールです。代わって入った服部です。ただあそこで止めるということはすごくいいことですからね。流れを切りますんでね、決して悪いプレーじゃないですね。まだ日本はプレーの流れの中で先制点がなかなか生まれません。今山本昌邦コーチが中村俊輔のところに行って、そろそろ出番だという指示を出しました。中村をどんな使い方をするのか。追っているのは中山です。マイボールにならなくても中山のこういうプレーはチームに勇気を与えます。そうですね。さあ中国は4人目の交代です。ディフェンスのシャ・ホーに代わって20番が出てきました。ディフェンスのチン・ゴーです。ミルチノビッチ監督の話の通り早めの交代。そうですね、まあ、いろいろ選手をこう見極めるという、ゲームでもあると思いますね、まあ、格好の最高の相手ですからね。アジアのチームの中では日本のチームは。中国代表背番号2シャホーに代わりまして、バックパスです。キーパーは手は使いません。場内がどよめきますが、ゴールキーパーの奈良崎は落ち着き払ってます。中山、森岡へ。森岡は逆サイドを見ている。自分で上がります。中山が入っていく。七海がいるがさらに左へ。服部です。回り込んで稲本が上がる。壁パスを使う。永田がいます。速いボール。シュートのイメージではなかったと思います。さあ中村俊輔投入です。左足のスペシャリスト。交代は誰か、あるいは七海との使い分けはどうか。まだ両チーム無得点です。中田浩二ですか。浩二です。ディフェンスですね、はい。そうしますとディフェンスの中田浩二のところに服部を一つ下げてですね、服部のいる左のウィングバックに中村ということもあるでしょうか。もう十分ありますね。中国は個人での突破が多くなってきました。そして中国は守備的な選手がほとんどこの攻撃に加わってきません。蹴られたというアピールです。さあ交代です。ディフェンスの中田浩二に代わって中村です。中田浩二はずっとこのところ3人のディフェンスラインの左を締めてきました、はい、今日もヒヤッとする場面はほとんどありませんでした。いやいや、すごく安定したプレーでしたね。素晴らしいプレーでした。もともとは中盤の選手だった中田浩二がこのフィリップ・トルシエのチームではディフェンスとして花開いています。さあそして中村の今のポジション取りはやはりピッチの左サイド目。しかしどうでしょうか、思った位置よりは内側にいないでしょうか。ボールのところに中村俊輔、そして中田、こういうシーンは何度か見ています。
さあどうしますか。まだ 27-28 メートルありそうです。もちろん2人とも直接決める力を持っています。前半の中田を見ましたが、ここは入ったばかりのフレッシュな中村に蹴らせるというのも面白いと思いますが。そうですね、まあ、初めてのタッチでゴールというのもね、はい、見てみたいですよね。キーパーは198センチの長身、壁は9メーター15離れる。中村が行く、キーパーだ、弾いた、あっとジャストミートせず、戻さす、必死のクリアです。いいですね、素晴らしいボールでした。いやもうファーストタッチですよ今のは。抑えの効いたいいボールでした、はい、俊介コールが起きています。中山へ、今チャンスですからね日本、こういったシーンでリズムが変わりますんでね、はい、なんとかここで行ってほしいですね日本、やはり服部がディフェンスライン一番後ろのラインの左に入りました。そして中村が守備的な位置の左のウィングバックです。森岡の位置は変わりません、松田も変わりません。右サイドには12番の望月、いいボールだ、中田英寿ドリブルが入る、あっと肘打ちのような止め方をされましたが、さあ先ほどの素晴らしいフリーキックのシーンもご覧いただきましょう。それよりも今チャンスですからね、後でじっくりと見たいと思いますね。左サイドからシュート、チャンスでダンディングシュート、これもキーパーに阻まれた。いや決定的ですよ、まだあります、折り返す、望月のヘディングシュートはキーパーの足元を狙っていきました。このシーンです、オフサイドラインギリギリから飛び出し、そしてセオリー同士に落としていきましたが、そうですね、今望月君もね、はい、なんとか少しでもこう、パススピードをということで、はい、ジャンプしました。これ先ほどのシーンですね、中村のシュートにこうドライブがかかるような落ち方をしてきましたが、キーパー長身よく反応しました。ただよくキーパー抑えてますね中国の、まあ、いわゆるサッカー用語でいう今日のキーパーは中国は当たってる感じがしますが、大当たりっていう感じですね。中村投入でまた一つバリエーションが増えました日本。しかも松木さん、前半はほとんどシュートがですね枠に行きませんでしたが、後半は逆にほとんどのシュートが得点にはなっていませんが枠に行ってきました。あとはどうやってネットを揺らしてくるのか日本。日本の選手が倒れています、左サイド。中山でしょうか、膝を押さえてですね、アジアカップで3試合連続のゴールがありました。ハットトリックも記録しました中山。ああここで踏まれてるんですね、踏みつけられるような形になりました。代表 A マッチ20ゴールベテランの中山、まあ、中山が痛い顔をするんですから相当痛いんだと思いますよ。森岡上がってきています、タッチ終わりました。中山は治療はしませんでピッチに戻っています。七海のドリブル、中山へ、稲本がいます、いいですね、左サイドを見ています。服部、中田です、中に返す、もう一度中田へ、中山か、そのもう一人越えてジョーを狙ってきた。通っていないパスにもだいぶスピード感が出てきました。うん、
先ほどのこれは望月のヘディングのシーンです。完全にノーマーク、長身のキーパーの上ではなくて足元に叩き落としていきましたが、まあ、これは決めてほしかったですね。再び望月が入っていく。永田です。低いボール、さあいいカットだ。中田キープする。中村が右サイドに来ています。おお、中国の個人技、ヒールキックが入りました。七海のディフェンスです。あ、今のはちょっとね、合いませんでしたね。今度はむしろ七海が左のウィングバックに回って中村俊輔が前に残っています。ですから、まあ、前半の小野と、はい、七海の関係と同じようにですね、本当に2人とも中盤外側できるということで、はい、すごくいいポジションチェンジですよね。これが、まあ、身を結べば一番いいんでしょうけども、はい、望月へ、森岡、依然として真ん中に松田がいます。中田からアウトサイドのパスで望月へ、早めに入れる、チャンスになる。日本のファウルを取られましたが、止めに行ったのが中田です。ただね、今のはちょっと逆のような気もしますけど、まあ、僕はもう日本を応援してるからなのかな。まあ、相手の体には当たりましたが、ボールのコースとそして相手のコース両方に体を入れてきました中田英寿。日本が攻勢の時間が後半は前半よりもむしろ増えていますが、試合時間は残り15分になろうとしています。日本は得点を狙いながら最終ラインは失点も警戒。ただまあサイドからの攻撃なんですけど、もっとこうえぐっていくようなね、はい、もうラインギリギリのところまで入っていくようなシーンというのはまだ見れないですよね。攻め続けている日本のベンチ越しになかなかゴールの表示が浮かびません。中国のチャンスになる。高さを警戒、奈良崎が出ます。攻め続けた後の何かエアーポケットのようにスーッとディフェンスが引いてしまいました日本。さあこれも注意が必要です。一旦下げる、バックパスです。松田へ、この2プレーは日本の足がやや動いていない印象がありますが、攻め疲れもあるでしょうか。稲本、左利きの服部、七海、そして中村がいます。残り15分になって、中国はもちろん得点は狙っていますが、まず守備から入っています。中国は後半まだシュートがありません。こうやって中国がつないでいるんですが、前でパスを受ける選手がなかなか現れません。日本の守備の組織が乱れません。こういったボール回しは本当にうまくやってますね中国。中国は2002年の日韓共催のワールドカップの予選をこれから戦います。新監督を迎えた中国。森さん、はい、でもね、中国のミルチノビッチ監督はね、こうやって中国の選手がボールを回してるでしょ、はい、これを非常に喜んでるんですよ。なるほど、そうだと思います。ですからこの段階なんだと思いますね、はい、チーム全体のチームがこのボールを持ってる時のこの自信、どんな場面でもきちっと自分たちのボールにするという意識、これはもうすごく大事なことですよね。記者会見で日本の戦力は全て分かっているという自信を語りましたミルチノビッチ。
この時間帯はお互いになかなか形ができません。日本の運動量もやはりやや落ちた感があります。中田、あっと中国のチャンスになるか。あと1本、中国のチャンス、ハンドじゃないかな、ハンドですね、オフサイドか、あるいはハンドを取ったか、ハンドですね。今のシーンです、ハンドですね。レフリーが間接フリーキックの合図をしませんでしたのでハンドです。ヒヤッとしかししました日本。松木さん、はい、攻め続けていた日本にとってですね、うん、ディフェンスがちょっと集中を切らすと怖い時間帯ですよね。そうですね、あのミスが生まれてくる時間帯ですからね、ちょうどこう疲労がね、はい、出てくる時間ですし、まあ、ヨーロッパから来たばかりの選手がちょうどきつい時間ですのでね、そういった意味ではディフェンスラインの選手たちだけは、自分たちのボールがの時でもですね、集中っていうものは必要になってくると思いますね、はい、この時間帯。日本の選手交代はまだ2人です。一方の中国は5人目の枠いっぱいの選手交代の準備をしています。残りが間もなく10分、11分になろうという日本対中国戦。まだ両チーム無得点。前後半ともにビッグチャンスは圧倒的に日本が上回っています。右サイドが不利になっている。さあ久しぶりに中国の白いユニフォームが上がる。日本のディフェンスが戻る。もうラッキーだ、シュートを打ってくれてむしろ助かりました日本ですが、まだチャンスが続きます。中国、中国には高さがありますが、その高さを生かす。中国久しぶりの攻勢でした。耐えました日本のディフェンス。中国はもう一人選手交代をしようとしています。アウトは12番のようです。12番のフォワードがアウト、そして21番でしょうか。そうですね、フォワードの古雲鋒です。まあ、12番のシュクモシン選手はあれでしたね、はい、ちょっと足痙攣してましたんでね、その辺をまあ監督が見て交代したんだと思います。先ほどピッチに倒れて釣っている足を自ら伸ばすようなシーンがありましたが、さあ中国のチャンスになる。日本は体で止めた。日本のファールです。中国の攻勢がいくつか続いています。そうですね、まあ、中田選手ちょっと疲労がねピークになってきてますんでね、この辺やはりベンチも考えた方がいいと思いますね。ポジションを変えるとかですね。攻め続けている試合の中で、そして直接シュートも狙えるフリーキックを与える。日本にとってはピンチです。しかもフラッグの揺れ方を見ますと、緩やかに中国側から追い風になっている感があります。ゴールキーパーは奈良崎、距離は25メートルぐらいでしょうか。キャプテンマークをつけている韓式、中国のディフェンスのスーパースターがいます。韓式が直接狙う。壁に当たって助かりました。それにしても耐えていた中国が、松木さん、いくつかいい形が続きましたね、はい、そうですね、やはり先ほどミルチノビッチ監督が、はい、この喜んでたパスワークがあってリズムが変わってきましたね、日本ボールです。日本ボールのスローインに変わります。こういう時チャンスですよ日本は。もう向こうの選手はどうしてだというようなシーンはこれね、はい、日本きちっと決めていった方がいいと思います、スロアが変わります。いや、フリーキックです。フリーキックですね。中村が蹴ります。これはもうゴールキーパーの前に速いボールを出して、誰かがもう触れば1点というボールですよ。カバカル、中国の速攻。15番途中から入った紳士、中につなぐ。右サイドがフリーになっている。あ、その右サイドへ日本ピッチ。中国シュートか、シュート、よく耐えました日本。場内がどよめきました日本のピンチ。中村俊輔よかったって感じですね。しかし今はワンチャンスを中国がきちっと点で合わせて、これもチャンスになる。
逆サイドはどうか、中国の高さ、ヘディングシュート、ヒヤッとしました日本、ピンチが続きます。ディフェンダーの動き、ディフェンダーの組織、うん、完全に崩されたとは言いませんが振られました。そうですね、ここはねもうオープンといいますか、両サイドに 幅のある攻撃をされますとね、はい、ちょっと危なかったですね今。日本はディフェンダーを1人も変えずにこのゲームここまで進んできました。そして攻め続けながらなかなか点が奪えていませんが、逆に後半のこの終盤に来て中国のチャンスが続いています。また相手のミルチノビッチ監督はピッチの前まで出てきています。一方の日本のベンチはどっしりと構えています。動きはありません。残り時間が6分になろうとしています。望月へ、中は城と中山、あそこからね中へこうタッチライン際までですね、七海です、軽いカーブが当たる、抜けていってチャンスになる、シュート、キーパーでぶつかった、ジョーとキーパーがぶつかりましたが、ジョーに悪意はありません。ボールにチャレンジしていきました。オフサイドフラッグは上がっていなかったでしょうか。このシーンです、足ではなくてジョーの腰のあたりが相手の胸に入りました。そうですね、今のシーンです。ただ中国のディフェンスも本当によく足を出してますよね。まだ依然として無得点、まもなく残り5分になろうとしています。前半から日本が数多くのチャンスを作っていますが、ゴールネットを揺らすことはできません。ベテランの三浦知良が出場の準備をしているという情報です。あのフランスのワールドカップ直前に代表から外れて、そして戻ってきました。数33歳になったベテラン、出場の準備をして、 そうですね、そして場内が湧いてカズコールです。もうやはり何といってもこの1点にね、はい、期待をしてますよこのカズのね、残り5分を切ってカズがその代表への思いをどんな形で表現してくれるかどうか。中田がいて、永見がいて、そして場がいて、さらにカズ投入、あ来てますよ後ろから、あっとディフェンスがぶつかった、ヒヤッとしました。起きています。永田が持つ、ドリブルで崩していく、打ってけ永田、あっと倒されたか、ノーホイッスルです。なかなかアウトオブプレーにならずに数の出場ができません。国際親善マッチです。延長戦はありません。得点がなければ90分の引き分けで終わります。来ましたよ森岡、抜けていく、中山のプレー、先ほどのシーンです。中山に速いボールで合わせてきました中田。日本にはディフェンスを考えながら、松木さん、最後まで攻め続けてもらいたいですね。そうですね、中国の逆襲です。まだインプレーのままです。カズは出場を待っています。まあ、ただ選手が交代を待っている瞬間というのは選手にとってはそちらが気になりますので、レフェリー流しましたね。稲本の突破でした。
松木さん、こういう選手が一人交代を待っている時間にですね、はい、往々にしてどちらかの集中が欠けて得点が入るというケースもありますよね。ようやく変わります。ジョーに交代ですか。ジョーに代わってカズです。あのフランスワールドカップでカズに代わってレギュラーを掴んだジョーですが、ここは逆になりました。そうですね、スペインから帰ったジョーを久しぶりの国内の A マッチに登場のカズが迎えました。いや本当に花のある選手ですよね。この時間に出てきて本当にこう何かをやってくれるんじゃないかという期待をね、はい、持たせる選手ですよね。さあそのまま入っていく。この待っていたジレッタさを爆発させるようにカズが動き回っています。相手のミルチヌビッチ監督がカズはアジアで尊敬に値するプレーヤーだという評価を記者会見でしましたが、その日本で今海外で活躍している選手たちの先陣を切ったのはこの三浦知良です。いや本当にね、もう残り時間少ないですけどもね、本当にいい仕事、ね、期待したいですよ。試合前に中田あるいは七海がコールされたよりもむしろ大きな歓声が数の出場で湧いています。神戸ユニバ記念競技場です。残りが間もなく1分になろうとしています。攻める日本まだ無得点。中国にもこの時間帯にいくつかチャンスが続きました。必ず1回はチャンスきますんでね、それをね。ディフェンスの森岡も攻撃参加。一旦変えます。中村逆サイドまでいいボールが入る。中山が待っている。入れ替える。シュートで終わりたい日本。あっと倒されたか。ノーホイッスルです。ノーホイッスル。ホイッスルあればペナルティーキックというシーンでしたが、ノーホイッスル。中国も慌てません。アウェーのゲームを神戸で戦っている中国ですが、入れ替わっていく。日本のファウルか。さあ中国にとっては大きなチャンス。日本のディフェンスは警戒が必要です。さあ集中してもらいたいですね日本。手元の時計は間もなく45分、ロスタイムに入ろうという時間帯になってきました。日本にとっては最も警戒が必要な時間帯でもありますが、手元の時計はロスタイムに入りました。そしてロスタイムの表示は2分。中国のチャンス、しのぎたい日本。長身の選手がゴール前に集まります。そして選手同士の激しい小競り合いのようなものをレフリーが分けます。中国のチャンス、高いボールが来る。まだ中国チャンスになった。オフサイドか。あるでしょうかね。オフサイドです。ヘディングで競り合って抜けていった時にフラッグが上がったオフサイド。助かりました日本。その目安の時間があります。中村へ。望月、この辺りの落ち着きが中国の成長を感じさせます。ロスタイム1分経過。ロスタイムの2分はあくまでも目安ですが、まだ中国のチャンスになりかけている。両サイドにノーマークの選手がいる。逆サイドで2人手を挙げて呼んでいるが、中国のチャンスになるか。日本のディフェンスは4人、そして中盤の選手が戻ってディフェンス今6人。あー、いいディフェンスだ。次ファールが禁物なところでファールをせずにマイボールにしましたが、日本のコンビが合わない。ディフェンスラインが浅いがどうか。中国のヒールキック、オフサイドはない。ここでフラッグ上がってオフサイド。日本のディフェンダーにも疲労の色が見えています。両チーム無得点。目安のロスタイム2分。今日もトルシエジャパンはここまで流れの中で得点がありません。ここで試合終了。日本攻めながらのドローゲーム。攻めながら日本不発。中国の健闘も最後まで光りました。
いい形があった日本にとっては松木さん、はい、このドローゲームの意味合いをつけるのはなかなか難しいと思いますが、そうですね、ただそのゲームの90分の流れの中でやはりその波を作った時にですね、はい、やはりこうチャンスをものにできなかったという感じがしますね、むしろ後半の最後の場面では中国のいい部分というものがいくつも見えましたんでね、はい、このトルシエ監督の表情から伺えるものは今日の攻撃に対する満足感が果たしてあるかどうか、あるいはディフェンスの安定感に対する充実ぶりはどう映っているか、ただ結果からすると内容とそして結果を求められているゲームの中で引き分けという結果に終わりました、はい、そうですね、ただまあヨーロッパから呼んできた選手たちが、はい、やはり体調的にはですね 100% の体調ではなかった、そんな中でも頑張ってきましたんでね、はい、ただそれを考えるとね、日本としてはこのメンバーで、まあ、コンディションの問題は別として、はい、勝ちにいったゲームだったと思うんですね、そうですね、まあ、監督としてはそういう意思の下で、はい、まあ、このゲーム臨んだんだと思いますけども、中国の試合終わった選手を迎えるミルチノビッチ監督の表情は満足感にあふれてます、そうですね、もちろんアウェーのゲームで、まあ、初采配ですかのゲームでしっかりと自分たちのやりたい形というのはいくつか見れたと思うんですね、はい、日本は今日は先発メンバーで言いますと、ま、ヨーロッパから戻った3人にですね、はい、小野を加えてきました、はい、まあ、新しいバリエーションの一つのテストだったと思うんですね、そうですね、ただ、まあ、僕最後ね、勝選手がねもうちょっと時間があれば、はい、もう一つねこの見せ場を作ってくれたんじゃないかなと思いますね、中田のコンディションが心配されましたが、しかし運動量そしてボディーコンタクト、はい、相変わらず中田らしさを見せてくれました、いや、ただ、まあ、中田本人のそのいつものいい時の中田を考えますとね、今日はやはりね、はい、疲れた中よく頑張ったとしか言いようないですね、そして今のチームの中心の中田、最後に登場したベテランの数が声をかけています、年代は違いますが、しかし共にイタリアのセリエ A でプレーした経験を持つ両選手、うん、ただあれですよね、長旅の疲れもありながら本当、はい、よくいいプレーしましたよね、4万近く入った神戸ユニバ記念競技場に引き分けに終わった日本がそのサポーターに応えています、できれば前半のですね、うん、いい形の中で得点ができれば、そうですね、また変わった形のゲームがなったと思うんですね、もちろん本当に足りなかったのは得点という、特に前半ですね、まあ、これまでは同じアジアのチームの中でもですね、実力的に差がある、いわゆる日本がですね油断しなければ勝てる相手と3試合やってきました、今日は油断したら失点もしかねない相手とですね、久しぶりにやりましたが、そうですね、まあ、集まったばかりの日本代表、まあ、昨日ですか、はい、いろいろコンビネーションの問題もあったと思いますけども、さあ、それでは後半のプレーを VTR で振り返っていきましょう、まず後半の立ち上がりの3分にビッグチャンスがありました、グランダーのボール、中田のこの見事なパスです、これですね、ここでジョーがダイレクトで、はい、まあ、前半も後半もですね、こういったダイレクトのパスからの攻撃、まあ、いいものが出てましたね、まあ、残念ながら入りませんでした、ヨーロッパから戻った3人のプレー、そして代わって入った中村のファーストタッチ、この試合初めてのタッチが素晴らしいフリーキックでした、ただキーパーね、いい反応しましたね、ただ入ってすぐのシーン、素晴らしかったですね、はい、そしてこの望月のヘディングシュート、これはね、なんとか決めたかったというね、本当に全くフリーのシーンでしたね、まあ、フランスワールドカップ